お、来たか。いらっしゃ。やば。太田。え、誰？こいつらにやられたの？まとめてかかられたんかな。うわ、サンドイッチマンじゃん。身の人。あわだか。元気そうだな。はいはい、チクられたね。あわなの兄貴。なんでここに？座ってろ、錦山。怖え。こいつらに見覚えあんだろ、義龍。その説はお世話になりました、義龍さん。チクったんか、お前。お前ら、戦友やな。うわ、小田さん。お前らが小田をやったのか。その前にお前が、うちのしのぎ邪魔したんだろ。私から最初の不動産でいえ、こそこそ東洋館に盾ついてる連中で、組抜けて早々、お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？何？うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。お、なんか見たことあるか。かわいそうに、おめえのせいでけじめつけちまった。お、おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。うるれ、錦！うるれ、錦！かわいそう。いいね、俺がこちらの片木さんと話してんだろうが、錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。関係ないだろう。こいつとはたまたま居合わせただけです。あわてなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら死んじゃう。錦山、美人のママも一緒にな。ちょっと。ああ、いや、もう迷惑かかってるよな。キリュウ、錦助けなきゃ。すぐに戻る。おい、やばい、これ錦めちゃくちゃされちまう。任せろ、すぐに片付けて帰ってくるからな。そんじゃこっちをこっちで楽しくやろうや。おい錦、錦やめ。かわいそう、錦ヒロインじゃん。ちょっと待てよ、ちょっと待って、錦かわいそうすぎ。あいつ、早く帰らないと。キリュウ、てめえ。お、アワノだ。やるもんだ、クゼの兄貴も手焼くわけだな。え、大丈夫？これ錦死んでない？組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。確かに。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。マジか。いや、まあそういかないよね。え、めっちゃ強い説ある。キリュウよ、おめえなんで立花不動産にいる。何？わかってるぜ、風間の頭に指示されてんだろ。
俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。全部知ってんだ。多分柱の息がかかったおめえがな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか。伊達に上り詰めてないな、こいつ。どう思うが、あんたの勝手だ。もうごまかすの下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。もう立花不動産、もう空の一坪の持ち主を見つけたのか。そうか、まだか。うわー、もう分かっちゃうんだ。手がかり、これは掴んだらはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃ、何だかんだ。おめえは分かりやすくて本当いいや。わかりやすそうだもんな。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に橘不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れまってるようでな。会うにはおめえに仲立ちしてもらうのが手っ取るばい。合わせられないでしょ、そんなの。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。そうだ、やってくれりゃ専用屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が殻の一粒に手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。うわ、一緒に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。東京湾よりよっぽど怖いな。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦山のことだ。阿波の杖、このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた橘に会ってどうする気だ。パラの一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間あるな。立花渡すか、おめえが死ぬか。うわ、どっちか選んで国や中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始めろ。獲物は当然お前の首だ。あー、これどうすんだろ、マジで。なんかでも、いや、アワの強すぎる、こいつ。なんかメンタリティもそうだし、多分物理戦でも強いと思う。イタリア製高級ブランドスーツ50万ねえ見て、これちゃんとさ、などれ50万67着分ですって出てるわ。なんだこのシステム。はい、でもおもろくなってきたね。でも錦とか出されたらもう橘渡すしかなくね。で、橘もさ、結構あいつ強そうだから、事情話したらどうにかしてくれるんじゃないかな、自分の力で。でもなー、キリュウちゃん自己犠牲のものだからなー。極道たちの生き様